何？どうしたの、コウジ？絶対に許さない。ちょっと、怖いよ、コウジ。絶対に許さない。だからこうしてやる。何するの、コウジ、やめて。コウジ、何してんの？どうだ。どうって。キスだよ。どうだって聞いてんだろ。なんで私に。分かった、彼女と間違ったんでしょ。怒らないであげるから早く離れてよ。離れるもんか。絶対に離さない。だってずっと兄貴のことが大好きだったんだから。私もコウジのこと好きよ。弟としてだろ。俺は親父から再婚相手の娘だって紹介された時からずっと好きだったんだよ、一人の女として。ごめん、気づかなかった。だよな。でも俺は10年間ずっと毎日姉貴を女として見てたんだぜ。高校時代はワイシャツのボタン弾けちゃうんじゃないかってずっと心配で見てたし、大学入ってからボタン弾けそうな服着てないか毎日睨み聞かせてたし、働き始めてからはまたワイシャツのボタン弾けちゃうんじゃないかってずっと心配で見てたし。10年以上服が弾けるかどうかだけ気にしてるじゃん。それも服側の心配しかしてなくない？なのに急に結婚するから家を出ていくな。それも弟の俺に何の相談もなく、絶対に許さないからな。相談しなかったのはごめん。でも謝っても許さない。でもなんでキスなの？てっきり最初はひどいことをされるかと。だって俺キス得意だから、姉貴を虜にしてやろうと思って。キスの虜になったら家から出るの考え直すかなって。かわいい。上手だろ、たくさん練習したんだからな。これで出ていくのをやめる気になったんじゃないか。練習したんだ、キスの。ああ、枕相手に千本ノックを毎晩欠かさずしてた。彼女とは？初めての相手は姉貴って決めてたからしてない。どうしよう、かわいい。どうだ、もうメロメロだろ。奥歯ガタガタし始めたろ。それは意味が違うんじゃないかな。まだ足らないみたいだな。だったらもっとしてやる。どうだ、参ったか。コウジ。なんだ、もっと欲しくなったのか。した。やっと俺のキスの虜になったな。いいだろう、もっとしてやる。その代わり家を出ていくのはやめるんだ。いいな。いいから、早くして。欲しがりだな。よし、行くぞ。今何かが僕の口に侵入してきたぞ。知らなかった、キスってこうするのよ。これが大人のキス。枕としかしてなかったんだもんね。いいわ、今日からお姉ちゃんが教えてあげる、もっと上手なキスの仕方。でも家を出ていくのはどうなりました？結婚してもお姉ちゃんはコウジのものよ。その代わりコウジも私のもの。わかった？はい、わかりました、お姉様。いいお返事ね。ご褒美にキスしてあげようか。ください、もっとキスください。